我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが大化の生き様だ。王だなどとお前らしくもない。熱に浮かされたか。手厳しいな、三代目。だが俺は正気で本気だ。この俺と契約しろと言いたいところだが、戦略があるんじゃどうしようもねえな。強引には来ないのだな。欲深く見えてその実繊細、それも悪くない生き様だ。王を自称するなど、お前の主は一体どうした。こんな時代だ、野望の一つや二つ男なら抱くさ。悩みは人を育てるが、時には根元を腐らせる。後者とならぬよう重々気をつけることだな。ああ、その言葉胸に刻ませてもらうぜ。わしは最強の鉄砲隊を作りたい。協力してくれんか。我らの火器維持費用は桁が違うぞ。生き様の潔い者たちを見るは実に爽快じゃ。我らにとって何よりの惨事だ。彩花殿、貴殿らのお力ぜひ武田にお貸しくだされ。まずはお前の力を示せ。話はそれからだ。一族郎党を率いる貴殿の正気、この雪村感服いたす。政治ではなく真実の言葉として受け入れよう。オタク、うちと契約してよ。金はないけど面白いぜ。考慮しよう。お前の主らは確かに面白い。俺様も作っちまうかな。猿飛び衆儲かりそうだし。我らの商売敵になると賢明とは言えないな。契約か。しかこの場で選択しろ、彩花孫一。つまりお前は我らと契約したい。孫一、問答はいらない。私と契約しろ。決裂する可能性をまるで考えていないのか。その自信はまず一級品だと言っておこう。カラスがまた一羽増えたか。え、何？カラス？カラスってなんすか？ねえ！くぅー！あんたらの生き様かっこよすぎじゃねえ？ならば彩花となるか。お前に偽りなき我らの生き様を与えよう。我らにつくか、我らをつくか、選ばせてやろう。この銃が見えるか。それが答えだ。どうにも訳がわからぬのだがな、主は三成のお気に入りらしい。ある程度な。そうか、だからどうした。お前までもが意を同じくするわけでもないだろうに。お前の道は魔王や覇王とは違う。そう言い切れるか。違う。だがわしはまだそれを示せずにいる。誰よりも波を恐れる反面、自らが波足らんとする。お前の生き様はまるで銅線の裏表だな。ああ、我ながらそう思うよ。さすがは孫一だ。目利きの方も頼りになるな。どの火器ならばお前の装甲を貫けるか。試すには良い機会だ。どの火器ならばお前の装甲を貫けるか。試すには良い機会だ。ああ、そうか、そんなことがねえ。ん？どうした？どう、
孫一、俺も立派になっただろ。惚れ直した？惚れたことなど一度もないのに、どう惚れ直せと。暗い霧がようやく晴れそうなんだ。あんたに恋したおかげかな。カラス、霧が晴れたのなら地形を読め。お前にはもう導くべき兵がいるのだろう。トシ、お前少し腹が出てきたんじゃないか。違うぞ。これは飯を食ったばかりだからだぞ。彩花殿、ちょうどご飯が炊けたところでござりますれば。ありがたいが、飯は後にしよう。松姉ちゃん、我が拳に砕かれ、切り伏せ、そして服従を誓え。いいだろう。我らを力ずくで従わせてみるがいい。我に従わぬならば惨めに打ち滅ぼす。それまでよ。ならば我らは誇りを持って従わぬ。それだけだ。欲しいな、豊臣に。番犬にはもってこいだ。我らを飼いならせると、その策はあるのか、軍師殿。何度訪れても返答は変わらない。いいな。契約交渉は続けさせてもらうよ。君が王というまでね。世に従う意志なき小虫など存在すら許さぬ。先代を撃った理由も同じか、魔王。貴様が先代を撃った数だけその身をうがつ。それだけを夢見て私はここにたどり着いたんだ。頭の身とも思えぬざれ言ぞ。死するの一つを嘆いたところで何ぞ始まるまい。肉体を打ち抜くとき手に感触はありますか？お前のような者が放つ弾は凶弾となりうる。銃など扱わぬことだ。あなたのような生き方がなぜ許される？なぜできる？彩花へ来るか。それがお前の意志ならば歓迎しよう。言い逃れはしない。確かに私はあなた方の仇だ。だがこの命を差し出せとは聞いていない。是が非でもあなたを我らがなでしこ隊にお迎えしたい。なでしこ？どちらかというと我らは曼珠沙華だと思うが。よく見ておきなさい、なでしこたち。彩花殿こそ戦乙女のあるべき姿なのだから。そうシャチホコばらなくとも、我らの生き様は存分に見せよう。汚れた所業も報酬したいて平然と行う。見まごうなき悪。認めよう。お前の言にも一部真理があることを。貴殿らを雇えば我が巨国浅井の窮地をもしのげるか。悪いが、お前は魔王の身内だ。仮にもな。我らが生き様にかけてお前に手を貸すことはありえない。お前を憎みはしない。仇の妹であっても。兄様が何かしたの？ひどい。兄様、お前の生き様は我らの目をもってしても見通せない。ただ心弱きだけならば侮蔑と共に打ち抜くまでだ。あなたが見つめた通り、位置は弱いわ。儚すぎて今どこにいるのかすらわからない。あら、あなたなかなかいいもの持ってるじゃない。どこを見て言っている？男たちを手玉に取るテレンテクだ。見事だ。我らもその戦法を学ぶべきか。あら、わらわに女を学ぼうというのね。いいわ、まずは舞よ。よく見て覚えて。お前、俺様の獲物
狙ったりしてないよな。依頼があれば可能性はなくもないぞ。契約だかなんだか知らないけど、あちこちフラフラされると迷惑なんだよな。歪んではいるが、己の進むべき道を迷わない。まったく厄介な男だ。孫一さん、あなた春様を最下賞に監禁するわけないっすよね。依頼があれば可能性はなくもないぞ。最下衆との契約って小遣いはたけばなんとかなるのかな。お前の言う小遣いとやらが一国の予算並みであればな。その名を呼ぶなと何度言えばわかる、このカラスめ。おいおい、まだ何も言ってねえぞ。さやか、見せてやるぜ。さやか、海賊の生き様ってやつをな。それならば飽きるほど見たぞ、カラスめ。姫子様が孫一姉様は悪い人の仲間になるって。姫、耳を塞ぎ私を見ろ。お前の目にはどう映る。我らは神仏を信じない。もちろん姫子とやらもだ。そんな、孫一姉様まで。姫子様助けてください。孫一姉様に嫌われたら私。貴様らのような駒を最も巧みに打つは我ぞ。駒は駒でも我らは生き様を持つ駒だ。我が手駒とならぬなら邪魔なだけよ。滅べ。知略を誇るにしては短絡的な結論だな。その大鍋は玉よけか。備えがいいな。僕褒められたの。天海様にも褒められたことないのに。彩花に行けば鉄砲鍋食べられますか。我らは狙った者の命しか奪わぬが、フグ鍋は誰に当たるかわからない。気をつけ。お前は生き様を偽っている。違うか。はて、何のことやら。本願寺、この地名に覚えはあるか。ええ、もちろん。私はこれでも天台僧ですから。一向宗は救うべき敵、ただそれだけの話です。レディーサイカ、僕と契約してザビー教徒になってよ。動くな。動くと急所を外す。痛い思いをするぞ。あなたたちの大砲を平和のために利用してあげます。ザビーランドの夜空を人間花火で飾るのです。いいだろう。その花火の第一号はお前自身だ。僕に鉄砲なんて持たせたら、考えただけで恐ろしい。お前ほどの男でも震えることがあるのだな。お前の主が我らの兵器を求めてきた。ザビーランドという名の要塞を建設中らしいな。要塞？そんな物騒なものでなく。いや、もっと物騒でイカ様で悪どいかも。お前さんの銃でこの手枷の錠を壊せないか。では頭上に掲げるがいい。どうした、顔が青いぞ。お前の生き様はなかなか興味深いな。我らと道は交わらないが。道？確かに地上と地下じゃ交わりようがないな。次元流に飛び道具ば通用せん。禁止い。その自信ごとお前の剣を打ち砕く。彩花の戦術でおいを死の淵に追いやってくれんね。お前のくだらぬ修練に付き合う無駄玉は持ち合わせていない。我が輩、美しいお嬢さんになら雇われても構わないよ。斬新な提案と認めよう。だが断る。お嬢さんに兵器は似合わないよ。我が輩に献上だよ。ならばこの銃弾から届けよう。私の親族の太刀か、我らの銃弾か、どちらが早いか確かめよう。
以後も変わらず実行願いたく。まずはお前の主を見定めるのが先だ。忍びの技最下に取り入れてみるのも悪くない。剣は欠けたるものが見当たらないな。まるで面白みがない。褒め言葉として受け入れよう。お前が黒幕でも何らおかしくはない。そう我らは読んだが、果たしてどうだ。残念ながらと言っておこうか。しわがれ一つに気を取られるなど彼に限ってありえぬ話だ。虚無の闇がお前を捕らえている。そうだな。眩しいな、その方らの生き様とやらは。帝王がゆえの渇き、理解はするが認めはしない。契約というのも一つの賭けであると思うことはないか、友よ。我らの契約は必ず履行される。故に賭けなど成立しない。